この皆様、こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。電動車の神野直樹と申します。2月5日日曜日、まあ、日曜日って何の日でしょうね。赤で書いてある毎週やってくる祝祭日、まあ、その本当の意味ご存知でしょうかね。日曜日というのはイエス・キリストが全人類の罪を背負って十字架で死なれ、3日目によみがえった。皆さん、日曜日というのはイースターであり、イエス・キリストが死を打ち破った、つまりあなたの全ての苦しみを取ってくれました、死を滅ぼしてくれましたよ、まあ、それが日曜日なんですね。まあ、ですから毎週日曜日このように大久保の駅の前で街頭演説、またチラシをお配りしております。もしよかったら受け取っていただいて、つまり私たちに幸せを与えてくれる、私たち人間を作った神というお方がいらっしゃる、まあ、神様というと目に見えない、だから見える人間の姿をとって生まれてくださったお方、まあ、その方がイエス・キリストだ、まあ、そのキリストというお方は私たちに永遠の命を与えてくださるために、私たちが例外なくみんな死を経験しますよね。でその死を身代わりに背負って死なれたんです。墓に葬られました。しかし3日目によみがえって今も生きている、つまり死を滅ぼして復活されたキリストを受け入れるなら、私たちもキリストに起こったことと同じことが起こる、つまり私たちも永遠に生きることができる、まあ、これがね、日曜日の実は記念日なんですね。まあ、日本は決してキリスト教国ではないとは言わない、アメリカとの影響もあり、また日曜日というのがね、なんとも赤い日で書かれている、それは死をキリストが滅ぼしたよ、永遠の命がすでに信じるだけで与えられるんですよ、まあ、そのことをね、毎週日曜日記念する日なんですね。だからぜひ日曜日、キリストが私たちを愛して、この方を信じたことによって天国へ行ける永遠の命を受けることができる、まあ、そういうニュースをねお伝えしている、まあ、私はキリスト教の牧師ですから、日曜日は教会でお話をしますけど、このように年間200回以上ストリートで音楽やまた街頭演説、まあ、それから YouTube というね、あの動画で配信を毎日しております。2週間に1回ぐらいね、テレビやラジオでもそういう話をさせてもらって、また文章やいろんな方法で伝えています。それは私にとってこれが一番大切なニュースだからです。私たちの人生が今どう生きるか、これももちろん大切ですよね。新型コロナの第8波がやってきて、もちろんこれにかかりたくないし、そこから体が守られてほしい、また今世界の一番の問題といったらあれですよね、ロシアとウクライナの戦争、日本にいてこの国では平和だけど、毎日殺し合いで多くの人の命が失われている、そういう状況が世界では起こって頭を抱えているわけですね。どうやったらあの戦争が終わるか、で経済的にも今日本はとっても大切な大変な状況なんですね。でその大変な状況の中でお金も必要だ、健康もコロナにかからないことが必要だ、また平和も必要だ、目の前のこといっぱい必要なことがある、でももっと大切なことが実はあるんですね。それは死んだ後どこへ行くか、これが一番大切ではないでしょうか。もちろん今の人生は大切です。つまり来世のことばっか考えてね、今を考えないというのは私たちにとってね、人生を捨ててるものに、この一回だけの人生を通してね、何ができるのか、幸せであること、そして誰かの役に立てること、まあ、それが私たち日本人にとって、私たち人間にとってそれが一番の幸せではないでしょうか。その幸せを経験しながら、そう、その幸せを経験するとともに私たちの人生はハッピーエンドだ。もうそういう人生がねあったとしたらね、
何も悩みはなくなりますよね。つまり私たちは今辛かったとしても最後に幸せが待ってるとしたら、それは今はもう幸せになっていく。いや今ね、多少辛くてもね、いろんな問題あると思うんですよね。人間関係とか経済の心配とか、まあその他にもね、病気だとか、それでも最後良くなっていくとしたら、もう私たちの悩みは半分以下、いやもうそれでさえもね、悩まなくなっていくんじゃないでしょうか。映画で、ね、ハッピーエンドの映画って見られたことあると思うんですね。ハッピーエンドの映画、まあ、途中ね、辛いことがたくさん、途中悲しいことがある、いやもうどうなっちゃうんだろうか、心配な、でそういう心配が人々の心をね揺らすんですね。ところが最後まで見てると、ね、それが幸せで終わる。まあそうするとね、面白いんですよね。もし映画がね、最初から幸せでね、順調でね、問題なくてね、最初もいい、途中もいい、最後もいいじゃね、面白くないしね。途中までいいけど最後がガクッときたんじゃね、それももっとねひどいですよね。最後が良ければもうそれはね、途中多少問題があっても大丈夫で、私たちが、ね、この地上生きてる限りね、問題は避けられません。コロナがあればね、ウィズコロナ、コロナと一緒に生活していかなければいけない。でも目に見えないウィズコロナ、コロナと共存して生きていくように、目に見えない神様がおられる、その神様と一緒に生きる、ウィズコロナとともにウィズ神様、ウィズジーザス、それこそが私たちの人生を幸せに、意味のあるものにしてくれる。だって一人ぼっちで孤独で生きていたらね、それだけで辛いと思うんですよね。現在の大きな問題の一つが孤独です。孤独で、その孤独の中に、まあ、一人で生活をしている、まあ、あるいは家に帰ってきてもない、まあ、誰もお帰りなさいって言ってくれない、真っ暗な、ね、部屋に電気をつけて、病気になったらどうなるんだろうか、一人で孤独死したくないな、まあ、そういう、ね、孤独を心配し孤独を悩んでる人がとても多くいるんですけど、孤独の問題どうやったら解決ができるか。例えば一人ぼっち、また人が誰も一緒に同居している人がいなかったとしても、少なくとも教会に行くとね、神の家族がいるんですよ。そうするとね、一人ぼっちじゃない、祈ってくれる人がいるし、助けてくれる人がいるし、今現代の問題は孤独だ、でもその孤独に対して教会が一つの解決を与えるし、もう一つ、目の見えないけれど神が一緒にいてくれるんですよ。ということはね、私たちはもうこの孤独の問題に対して答えがあるんです。でも家族がいる、友達がいる、そしていろんな知り合いがいて、まあ、東京なんかはね、群衆のようにたくさんの人がいますよね。たくさんの人が歩いて、それでも孤独を感じるって場合があるんですよね。反対に一人ぼっちだとしても、一人ぼっちじゃない、キリストが共にいる、教会で仲間がいる、そういう人生がある、それが日曜日なんですね。まあ、それを祝祭図で日曜日と書かれている、その日曜日というのはね、キリストが私と共にいる、そのために復活してくれた日ということをね、思い起こして、まあ、本日も街頭演説をさせていただいています。そしてね、キリストを信じたら救われる、 あちらでね、マガ聖書一応聞いていただいてありがとうございました。お配りしてますんでね、あちらでもらってくださいね。どうもありがとうございます。神の一人はイエス・キリスト、このお方が皆様
ザバイブル聖書を語ります。神は実にその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。まあ、大久保というね、このインターナショナルな町、まあいいですよ、まあ、日本の方ばっかりではないんですよ、意外とね。まあ私はね、日本人でもない、外国人でもない、天国人だ。そんなことないけどね、まあ、あのね、天国人だけど住民票は日本人ですからね。あの両方です、両方国籍を持ってる。まあ、そちらのお兄さんもね、ありがとうございます。どこの国の方ですか？中国、日本。タジャハオ、イエスライニ、こんにちは。イエス様があなたを愛しています。ありがとうございます。お元気ですか？こんなもの渡してますんでもらってください。ありがとうございます。ジーザスラブスユー、神はあなたを愛しています。先週は、まあ、私は旅行してきました。まあ、このような旅、まあ、年間200回、まあ、このようにストリートライブ、街頭演説を通して、また2週間に1回ぐらいはテレビやラジオを通してキリストを伝えています。はい、ありがとうございます。また YouTube で毎日動画を投稿し、またこのようにキリストの愛をチラシを通しても配っています。まあ、これ私が書いた文章ですけど、よかったらね、読んでいただけたらいかがですか？ありがとうございます。どうも読んでくださいね。4カ国語の、おお、そうかそうか、どうもどうもどうも。はい、あー、そうかそうか、ね、同じ近いもんね。お久しぶり。元だかんな。